皆様おはようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイターテルナリトバヨです。2019年10月4日をもちまして、奈良崎ルミのルミナスダイアリーシリーズ9周年、そしてテルナリコーヨの一番いいバーチャル YouTuber 1周年を迎えました。まあもう毎年この日に同じこと言ってます。唯一違うのは VTuber コンテンツもアニバーサリーというところぐらいですかね。9年目のルミナスタジオは VTuber コンテンツも始めて大きな方針の改革が進みました。一方でその影響は良い方にも悪い方にも出てきていますが、ただ本当に作りたいコンテンツというものが見えてきております。基本はキャラクターを使ったビデオブログというコンセプトに、従来のアドベンチャーゲーム型と AR スタイル型の2つを展開していくのがベースになるのかと思われます。紹介するものに応じたものを制作していきたいところですね。そんな10年目に到達したルミナスタジオ、やってきたのは札幌市南区の定山渓、そのさらに奥にある防平郷ダム。これまで一部を除いて新しい iPhone のベンチマークをここでやっていきました。今年もやっていきます iPhone 11 Pro。 VTuber 界で開封とファーストインプレッションを扱いましたが、今回は前半部をルミナスタやり、後半部を俺こと一番いいバーチャル YouTuber でフィールドテストを実施していきます。さあそれでは早速いきますよ。まずはルミナスタやり本編からご覧ください。どうぞ。
Yeah.